んにちは、レタドルマイピーです。本日は、最後ですね、小学1年生、3年生、版、3ヶ月でキャッチボールが上達する方法と怪我をしにくい、フォーム作りの、コツということで、今日は最後、シリーズ最後に、なります。で、今日のテーマとしてはまっすぐ、腕が触れているかっていうことと、投げ始めから、投げ終わりまで相手のグラブに、ボールが収まるまで目を切っていないかと、この2つのテーマでですね、お伝えをしていきます。で、まずですね、イメージをしてもらいたいんですけど、ボールを、あっちこっちに、投げる子供、小学生ですね、よく見かけると思うんですけど、そのボールをあっちこっちにですね、投げている、子どもの腕の振り方ですね。さて、安定をしているでしょうか、それとも、不安定でしょうかというふうに考えたときに、まあ、単純にですね、決して安定ではないのかなと思うんですよ。やっぱりその不安定であり、まあ、ばらつきがあったりとか、そういうさまざまな、投げ方というかですね、そのフォームっていうものが出てきてるんだと、思います。だからこそですね、そういうふうにあっちこっちにボールが行っているような形に、なってますので、やっぱりまず、そういうあっちこっちにボールが行っているっていうことをですね、まあ、修正するように、安定させないことには、まあ、その安定したボールはいつも同じところには行かないっていうことなんですね。で、それをじゃあどうしたらそういうふうになるのかっていうと、次のステップにも、まあ、関係してくるですね、次のステップがその答えの一つでもあるんですけど、要はその投げ終わりから、間違えました。投げ始めから投げ終わりまでですね、相手のグラブなりですね、自分が投げるべき、目標とする位置まで、最初から最後まで、投げ始めから投げ終わりまで目を切っていないかどうかですね。目を切らないっていうことは、しっかりとそこに向かって投げていってるわけなんで、目標を最初から最後まで、見切るっていうことですね。目を離さないっていうことです。まずそのボールがあっちこっちに行かないっていうところで、ポイントとしてはその目を離さないですね。投げ始めから投げ終わりまで目を離さないっていうことが一番大事になってきます。で、大人とかであればですね、少々目を切っても感覚でボールを投げれたりするんですけど、やっぱり、今回、今テーマでやってるのが子供だし、特に下級生の部分でやってますので、やっぱりその目を切る切らないだけでもですね、安定不安定が大きく分かれてきます。横から見てもこれが目を切らない状態ですね。で、これが目を切る状態ですね。前から見た感じと横から見た感じでもですね、体の流れ方だったりとか腕の振り方ですね、振った後の状態っていうものがやっぱり違いがあると思いますので、やっぱその違いがボールにも安定と不安定と分かれてくるわけなんですね。そういったところをですね、ポイントとしてまず修正をしてもらうということですね。で、実際、普通の腕振り、ボールを投げなくても腕振りだけでも、やられた方は実感できたと思うんですね。で、その相手をですね、目標を見ることによって、目を離さないことによって、どういうことが言えるのかっていうと、まず一つ目が、体の軸が安定しやすくなるってことですね。
今、こっちからそっち側に向かってまっすぐですね、まっすぐこういうふうにまっすぐ向いてます、投げる方向に対して。で、この足元にもですね、そちらの方までずっとまっすぐな線が伸びているとしてですね、どうですかね、目線を切らないことによって、目線を切らないことによって線の上で投げ切ることによって、体の軸って ここのことですね、ある程度この軸、まっすぐのラインを中心に体が前に出てきてる、腕が前に出てきてるっていうことが言えると思います。で、2つ目ですね、単純に顔がぶれない、顔がぶれない、やはり目標に向かって、目線が安定してますので、一点に集中してますので、その一点に集中することによって同じように、体の軸もぶれにくくなるっていうことも言えますね。で、3つ目、自分の前の腕振りがですね、どうなっているのか、どういうふうに動いているのかっていうことが目を切らない、目線を最後まで見るっていうところで、感覚として自分がどういうふうに腕を振れてるかっていうのが、自分が腕を振ってる感覚と、その腕の流れとか、向き方とか、振り方とか、そういったものが自分の目の前で起きていることが確実にですね、自分の中で、把握できるようになります。で、もう一つが4つ目ですね。投げた後、投げ切った後の状態が、流れていない。状態が流れるっていうのは、例えば、こういうことですね。だったりとか、もう一回いきます。こういう風になったりとか、こういう風になりますね。で、状態が流れないっていうことは、こういうことになってきます。こういったところもですね、目線一つで、変わってくるということですね。で、もう一つ、力が、真ん中に、集まりやすくなる、残りやすくなるっていうことですね。どういうことかっていうと、最初に言いましたけど、ここに、投げるそっち側の方向にまっすぐの線があります。で、線上でボールを投げるって、まっすぐ相手に意識を向けることによって、要は軸がぶれないっていうことを、ぶれにくいっていうことを、一番最初にお伝えしたと思うんですけど、真ん中に力がこう集まって、そこからエネルギーを生み出そうと、するわけなんですね。なので、やはりその無駄に、力が逃げることなく、前に、自分が出したい方向にエネルギーを放出しやすいっていうことなんですよね。で、放出しやすいっていうことは、放出しやすいような力が真ん中に集まってるってことなんですね。これがやっぱり真ん中に逃げてしまって、真ん中以外に逃げてしまうと、横回転したりとき、横回転したりとかしながら、スムーズに前ではなくて向こうに力が行ったり、こっちに行ったり、分散してるわけなんですね。そういったのがですね、なくなって真ん中に力が働きやすくなるっていうことですね。じゃあですね、今言った内容っていうところで、
まあ、どういう練習をですね、まあ、やっていけばいいのかっていうところで、まあ今目線を変える目線を安定させるっていうことだけでも十分なんですけど、まあ、それ以外の部分でですね、早速お伝えをしていきたいと、思います。ですね、まずさっきからまっすぐな線まっすぐな線っていうことで、お伝えをしてるんですけど、まっすぐな線ですね、ちょっと待ってください。今見えると思います。このまっすぐな線ですね、皆さんのそっちの方向に向かってまっすぐな線があります。で、ですね、まずこのまっすぐな線をですね、意識して、そのまっすぐな線の上で自分が動作を行うっていうことが大事になってきます。なのでこの線の上にですね、2本足をしっかり乗せる。でですね、これまっすぐじゃないですね、これもまっすぐじゃないですね。前足が線がかかって後ろ足は中心に乗っかってたりとかで、結局前、そちらから見た時に前とこっちの後ろ足が見えてますよね。これがしっかりと重なった状態で、つま先とつま先がまっすぐなラインで結ばれて、平行なラインになってですね、初めてまっすぐっていう形を保つことができますので、まあ、ちょっと細かいですけど、しっかりとですね、何がまっすぐなのかっていうことをまず理解することが大事ですね。でその上で、さっき言った動きですね、線の上でボールを投げる、線の上でボールを投げ切るっていうことが、大事になってきます。で、必ずですね、投げている時に、線があることによって、自分が、線を意識しなくてもですね、必ずこういうふうに今向いてても周りに何があるのかっていうのはなんとなくでも目に入ってくるものなんですね。それと同じで、この線自体も必ず投げてる時に相手に向かってまっすぐ伸びてるっていうことが自分の視野の中に入ってきますので、その入ってきてる状態のまま腕を振ることによって、その線に向かって腕をまっすぐ振るっていうことが、できやすく、なりますし、またその線の上で動作を保とうとしたりとか整えようとしたりしますので、真ん中に力が働きやすくなるっていうことですね。まあ、そういうところで、体が真ん中に安定をしてきて、不安定な要素っていうものが、なくなりつつあります。なので、やっぱこの線の上で、練習をする、投げる動作を加えるっていうことが、まあ、大事になってきますね。で、まっすぐな線の上で、投げるその後ですね、線の上で投げ切った後も体が残っているかどうか、線の横や前に体が流れていないかどうか、こういったところもですね、この一つの線、この線の線を目安にすることによって自分の体の状態がどうなっているのかっていうところが投げ終わった後でもですね、まあ、チェックするような、ことが可能になってきますので、投げ始めから投げ終わりまでですね、で投げ終わった後もですね、こういう線を使うことによって自分の体の状態のチェックっていうものもできるし、またまあ、なっていなければまたその線をもとに自分の体を修正するっていうことも、可能になってきますので、そういったところをですね、うまくですねこの線を利用してやってもらえたらなと思います。
で、まあこれよく子供だけにさせるとですね、間違いやすいんですけど、ただ線を引けばいいって思ってる、人がやっぱりいるんですけど、やっぱりですね、何のための線なのかですね、体の軸を保とうとしたり、この線によって自分のコントロールだったりとか、体の安定とかですね、ボールのスピードとか、いろんなものにこう影響がしてくるわけなんで、やっぱこの大事なその自分が良くなるための軸となるものなんですね、この線が。だからこれをこう例えばラインカーで引いたりって言って、ちょっとグラウンドの状態が悪かったからっていう言い訳ばっかりして、こういう蛇行の線を引いてみたりとか、ちょっとこういう風に斜めになってたりすると、やっぱりその線の上で練習してしまうんで、やっぱそれなりの練習になってしまうわけなんですね。だからいい練習をしようと思うんだったら、絶対に妥協をしないことですね。しっかりとやるべきことはやる、時間かけてでもやる、最初はうまくできないかもしれないけど、うまくできなくても面倒くさがらずにしっかりやるっていうことが、大事になってきますので、その辺をですね、しっかりと最初の軸っていうものをですね、ぶらしてしまうと、後がずる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 いってしまいますんで、必ずそこら辺はですね、妥協することなく、一本のしっかりまっすぐとした線をですね、引くっていうことを、まずそこから、入ってもらいたいなと思います。そういったことを続けていくことによって、自分の心の中もまっすぐですねとした芯が、通ってきますので、そういったところがまた心の安定にもつながってきて、またいい選手像が、できてきますので、自分のことをですね、そういった部分で信じてあげて、必ずなると信じてあげて、練習の方頑張ってもらえたらなと、思います。では、低学年向けのキャッチボール、シリーズとしては今日が最後でした。また、今までの中で、分からないこととか分かりづらかったことがあったかと思いますけど、いろいろご質問いただければと思います。それではありがとうございました。